ウォルター・ベデル・スミスウォルター・ベデル・スミスは、アメリカ合衆国の外交官、軍人、政治家。1950年から1953年まで、中央情報局長官を務めた。スミスは、インディアナ州兵として兵役に就いた。スミスは、第一次世界大戦において、第四不評師団に所属し、予備役将校として、指揮を行った。 スミスはフランスでの戦闘に参加した。ジョージ・マーシャルが陸軍参謀総長に就任すると、少佐の地位にあったスミスは陸軍参謀本部の事務官補佐として指名を受けた。スミスは1941年9月に陸軍参謀本部の事務官となり、1942年2月に統合参謀本部で事務官となった。アメリカ陸軍が北アフリカへ進行する際、 マーシャルはスミスを連合軍最高司令官ドワイト・アイゼンハワーの参謀長として任命しイングランドへ派遣した。スミスはナチスドイツが正式に降伏した1945年5月8日まで参謀長を務めた。スミスはジョージ・パットン将軍の鋼鉄など悪いニュースの発表を任されたことから不愛想な交換としての評判を与えしばしば アイゼンハワーの殺し屋ではないかともやゆされた。またスミスは人種差別の肯定者としても知られ、戦争時にアフリカ系アメリカ人兵士の有効性について疑問を提出著述や会話を行ったことをしばしば注意された。1946年3月、スミスはハリー・トルーマン大統領から中ソビエト連邦大使への指名を受け、アメリカ陸軍を辞職した。 スミスは1946年4月にモスクワへ赴任し、1948年12月まで大使職を務めた。スミスは1949年にアメリカに帰国し、アメリカ陸軍で大将として第一軍を指揮した。スミスは1950年に CIA 長官となる。スミスは1953年から1954年まで国務次官を務め、 アメリカ国家安全保障局の組織構築に貢献した。1961年8月9日、スミスは心臓発作によりワシントン DC のウォルターリード陸軍病院で死去した。スミスの遺体はアーリントン国立墓地の第七区画に埋葬された。ありがとうございます。